皆さんこんにちは、大です。現在私は JR 東京駅丸の内口に来ています。これから濡れせんべいをために総武本線に乗って銚子に向かおうと思うんですが、2024年3月16日のダイヤ改正で総武本線特急潮西号は全車指定化並びに車両変更となりました。これまで房総ビューエクスプレスでおなじみの255系で運転されていたんですが、ダイヤ改正で運行範囲縮小により余剰車が発生したNEXT こと E259 系での運転になったんですよね。つまりついにNEXTが北総地域全体の掌握にかかったわけです。そんなNEXTで走る新特急潮西号、乗車していこうと思います。そしてやってきたのが JR 東京駅総武地下ホーム1-2番線です。今回乗車するNEXTで運転の特急潮西号っていうのが2番線から10時10分発潮西3号銚子行きです。2番線もうすでに車両が停車しているんですよね。東京駅総武地下ホーム2番線には10時10分発特急潮西3号総武本線周り銚子行きやってきました。こちら JR 東日本の E259 系です。側面表示はブルカラー LED になっています。いやー、それにしてもこのNEXTの配色でね、特急潮西号なるとは思いませんでしたね。それでは早速潮西3号銚子行き乗車していきましょう。ご利用ありがとうございました。車内はこんな感じ、2列2列の座席配置になっています。また元空港アクセス特急ということで、入り口のとこすぐには荷物棚が設置されています。で、今回座る席は1番デコ席ということで、1番デコ席は進行方向右側、一番後ろのここですね。特急車両ということで、座席はリクライニングシートになっています。結構倒れるんですね。またこちらヘッドレストが手動で動かせるようになっています。自分の頭の位置にうまく調節すると快適な列車旅を楽しめるかもしれません。車内には等間隔でディスプレイが設置されています。しっかりね、こちらも総武本線経由の特急潮西号に対応しているんですよね。いやー、本当にNEXTの車両で潮西号を走るんですね。10時10分東京駅を特急潮西3号の銚子行き発車していきます。 E259 系になったことで自動放送を搭載されたんですよね。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急潮西3号銚子行きです。途中西市町船橋千葉八幡鳴門横島八海市場朝日飯岡に停まります。座席は全て指定となっております。特急列車ということで途中通過駅があります。現在新日本橋駅通過しています。横須賀線品川駅から総武本線錦糸町駅まで総武東京トンネルという地下間をひたすら走行していくんですよね。錦糸町到着前にこのように地上へと上がるわけです。特急潮西3号錦糸町で乗客を拾って総武本線を北総方面へと走っているわけなんですが、東京錦糸町の2駅でね、もうほぼ8割方座席が埋まりました。もともと9両で走っていた潮西号が6両に電車されたということもあってね、やはり結構混雑するんですね。総武本線錦糸町千葉間っていうのは観光線と急行線に分かれた複々線区間になっています。そのためこのようにね、観光線と急行線の列車が並走する様子っていうのをところどころで見ることができるんですよね。市川通過前に江戸川を渡り、東京都から千葉県へと列車入っていきます。
して列車が現在通過しているのが市川駅です。この駅でね、快速列車を追い抜いていきます。市川駅が快速線内唯一の退避できる駅になっています。まもなく船橋です。お降りのお客様はお忘れ物の内容をお支度ください。船橋の次は船に止まります。東京を出てから18分、やってきたのが船橋駅です。船橋に止まる特急潮騒号、ダイヤ改正前は土休日1往復だけだったんですが、ダイヤ改正全列車が停車するようになったんですよね。いや、それにしても船橋にネックスの車両が止まってるっていうのはすげえ違和感あります。ダイヤ改正後ならではの光景です。10時29分、船橋駅を潮騒3号発車していきます。この列車は特急潮騒。このようにね、成田エクスプレスであれば船橋は通過していきますからね、同じ車両に止まると止まらんのがあるって面白いですよね。阪急に分かれた福福線区間では観光船側の動きを気にする必要なく走っていくことが可能になっています。また走行している総武本線は東京千葉間の通勤通学需要のため列車の本数が多くなっており、それだけでなく空港アクセスにも重要な路線ということで、線形線路状態めちゃくちゃいいんですよね。それもあって潮騒号は結構なスピードでかっ飛ばしていくわけです。津田沼稲毛間では総武本線急行線の下り線だけがね、幕張車両センターの裏側を走行していきます。裏側だからこそ見られる景色っていうのもあったりするんですよね。総武快速線と呼ばれる総武本線の急行線を走る列車っていうのは、千葉から内房、外房、総武本線、成田線と4方面に分岐します。千葉駅っていうのは駅の構造がちょっと特殊になっていて、外房内房線ホームと総武本線成田線ホームがちょっと違う場所にあります。それもあってね、千葉到着前には内房外房線方面へ向かう線路と分岐するんですよね。東京を出てから29分、列車がやってきたのが千葉駅です。隣がね、外房線ホームの5、6番線なわけなんですが、このようにね、ホームの途中から分岐しているんですよね。またこの特急潮騒3号、面白いのがですね、千葉駅到着ホームが上り列車が主に発着する7番線なんですよね。いやー、まさかのこのホームに入るとは思いませんでしたね。千葉駅では乗務員交代のため2分ほど停車時間があります。10時30分、千葉駅を特急潮騒3号長州駅発車していきます。車内の様子です。ご覧ください、通路側を含めて全ての座席が埋まっています。やーべーなこれ。全車指定したもようにね、座席未指定券でも乗れるようになったわけなんですが、座席未指定券空いてる席に座らないといけないんですけども、これじゃ座れないですよね。座席未指定券持ってるけど車内が満席で座れないよって人に朗報です。実はデッキにあるこちら座席なんですよね。これに座って快適な列車旅を楽しむこともできます。ただね、乗車口のところに座席があるということでね、扉が開く際は一旦閉じて立たなきゃいけないっていう面倒くささもあります。車内にあるディスプレイ、結構高性能なものになっていて、ネックスの車両がですね、駅を進むごとに動いていくんですよね。列車が現在通過しているのは四街道駅です。
夕方一部潮騒号が止まる特急停車駅ですが、日中の潮騒号というのは全ての列車が通過するようになっています。まもなく桜成田線は乗り換え、降りのお客様はお忘れ物のないようお知らせください。桜の次は八幡に向かいます。東京を出てから41分、やってきたのが成田線との分岐駅、桜駅です。成田線との分岐駅桜駅では対面乗り換え3分接続で成田線各駅停車成田行きに乗り継ぐことが可能になっています。一応分岐駅ということでね、分岐する方面にもしっかり接続できるようになっているんですね。10時52分桜駅を潮騒3号長周期発車していきます。この列車は特急潮騒3号長周行きです。次は八幡に停まります。潮騒号は桜から先も総武本線を走行していきます。成田線がね、左に分岐していくということで、桜発車後すぐに総武本線へと転線していくんですよね。桜から先の総武本線というのは終点銚子まで単線区間になっています。ただ成田線というのは空港アクセスも兼ねているということで複線なんですよね。桜から先しばらく成田線総武本線並走区間走行していくんですが、総武本線は単線で成田線が複線、どっちが主線で本線なのって分からなくなってしまうような感じですよね。ここで成田線とお別れしていきます。列車が現在通過しているのは江ノ木戸駅です。各駅停車千葉行きと行き違いを行います。桜井戸単線ということで、このように途中駅の列車交換が必要になるんですよね。まもなく八幡です。降りのお客様はお忘れ物の内容をお知らせください。八幡の次は鳴子に停まります。東京を出てから53分、やってきたのが八幡駅です。この駅では東京行き特急潮騒10号と行き違いのため4分ほど停車時間があります。いやー、これまではね E25 休憩、 NEXT といえば桜から成田線を通って成田空港に行っていたわけなんですが、ダイヤ改正から特急潮騒号にも入るということで、桜伊東の総武本線もこのように走行するようになっているんですよね。八幡に E259 NEX がいる、ちょっと違和感あります。銚子方面から行き違いとなる特急潮騒10号東京行きがやってきました。行き違い列車も E259 系、いやーこれは違和感満載ですさ、やばいね。11時7分八幡駅を潮騒3号を発車していきます。この列車は特急潮騒3号長州行きです。次は鳴門に停まります。東京桜間の総武本線っていうのは通勤路線と空港アクセス路線の両方を兼ね備えており、列車本数も多いので最高速度は120キロになっています。ただ桜伊東の総武本線というのは典型的なローカル線です。単線な上にカーブが多くなっているということで最高速度は95キロなものの結構減速しがちなんですよね。降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。
横芝の次は妖怪市場の東京を出てから1時間18分やってきたのが横芝駅です。この横芝駅では各駅停車銚子行きと環急接続を行います。まさかのね、総武本線内列車本数が少ないんですが環急接続が見られちゃうんですね。11時28分横芝駅を成田エクスプレス元へ特急使用際3号を発車していきます。横芝発車後の車内の様子です。千葉の時点で満席だった使用際3号の車内も桜、八幡、鳴門、横芝と止まっていくうちにどんどん空いていきました。それでもね、だいたい7割ぐらいの人がねまだ車内には残っているといった感じです。使用際号高速バスに負けたっていうイメージがあるんですが、意外とまだ特急列車にも需要があるんですね。減車してもこの混雑率です。さて次の停車駅が終点の銚子なんですが、東京から2時間近く乗っていた今でも車内にディスプレイがある特急使用際号ってめちゃくちゃ違和感があります。 E25 休憩になった頃こそ見られる光景ですね。松岸通過前に先ほど桜でお別れした成田線と合流します。そして列車が現在通過しているのが松岸駅です。次がね終着駅の銚子になっています。まもなく終点銚子です。お忘れ物のないようご支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。東京を出てから1時間50分やってきたのが終着駅の銚子です。乗ってきた E25 休憩は折り返し12時22分発特急しおさい12号総武本線回り東京行きとして運転します。いやー E25 休憩ネックスと銚子駅の醤油だるが並んでる、これほど違和感あるものはないですよね。ただこれからはこれが当たり前の光景になるみたいです。 E25 休憩 NEXT で走る特急しおさい号に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。2024年3月のダイヤ改正で255系暴走ビューエクスプレスから E25 休憩 NEXT へと特急しおさい号車両変更となりました。また全車指定化されたことにより自由席で乗ることはできなくなってしまったわけなんですが、ぜひね E25 休憩空港特急を使用した特急しおさい号乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。